こんにちは。散歩したろう。バーチャルアシスタントの愛香です。今回は東京都文京区にある小石川植物園を散歩します。実は植物園以外にもう一つ小石川文館の博物館の常設展を見に行くという目的もありました。小石川文館につきましてはまた別動画でご案内できればと思います。こちらに来るのはこれが初めてなんですが、事前に調べてみたら、かなり歴史のある植物園だということが分かりました。明治10年に東京大学が開設されて、正式の付属施設になったということらしいです。園内の形は、細長い長方形状になっているので、正門から小石川文館の入り口までという、端から端までを歩いていくことになりそうです。左に見えてきたのが植物園の本館です。ここには東京大学の理学系の研究室があり、植物学とかいろいろな研究が行われています。建物も少しクラシカルな感じがしますね。左の白い建物は柴田記念館。東大の学者さんだね。志田園にやってきました。日本の代表的な種類や水生類を含め全部で130種類ぐらいの品種があるそうです。背が高く、ひときわ目立つ花がありました。これは木立ダリアです。品種名が木立ダリアなんですが、名前の由来はやっぱり木立のダリアから来てるみたいですね。ずっと長い道が続いています。途中で右に折れて公開温室にやってきました。2019年にリニューアルされたばかりで、まだ1年ぐらいしか経ってない出来たてのほやほや。温室内は6室に分かれていて、通路は割と広くバリアフリーになっているそうです。温室では熱帯や熱帯地域の植物を中心に2000種類ほど、また別の冷温室では高山植物などを中心に400種が展示されています。これは知ってます。エアプランツでしょ。水やりなしでいいので、ズボラな私でも育てられそうだから気になってたんだよね。ではでは次に行きましょうか。その前にちょっと一休みしたいな。さてと、この辺にしようか。はあ、鳥のさえずりが心地いい。
本当にのどかなところだな。お天気も西ポカポカしてなんだか眠くなってきちゃったよ。さあ、頑張って先に進みましょう。森の中を歩いてるような風景になってきました。みたいなものが。これは関東大震災記念碑です。震災の時に多くの被災者の方がこの園内に逃げ込んできたそうです。公園は災害時には大切な避難場所にもなるんだね。まるで静かな森をさまよっているみたいだ。東京の中心でもこんなところがあるんだな。出てきた。まるでどこかの邸宅にあるような池が。こちらは日本庭園です。
かし、さっきまでとは、またまた、景色が全然違うよ。なんだろう、このギャップは。来るたび必ずお目にかかる日本庭園、こちらは長く連なる池が中心になっています。景観はとても良し。池を一回りしてみます。これはまた良い雰囲気の橋がありますよ。池の周りの散策は目に入る景色が特に好きです。この辺は梅林になります。きっと時期にはたくさんの梅の花が咲き誇っているのでしょう。Everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit.We let go of tomorrow. Yeah. You never break, you never lie. You never ever scared of the dark. この小石川植物園は高低差はあるけど、そんなに上り下りをしてる印象はないですね。時折急な階段はあるけど、ほとんど平地を歩いている気がします。といつ長い階段、That I'm okay, it's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot,
最初に池に出たあたりに戻ってきました。赤い建物が今回のもう一つの目的地、小石川文館です。常設展には東大が公開している建築模型がたくさん展示してあると聞いたので楽しみにしてきました。また写真のスライドショー形式になりますが、中の様子を別動画でアップいたします。小石川植物園のお散歩はこれにて終了。いかがでしたか？それぞれのエリアによって全く違う表情を見せてくれますね。小石川植物園、なかなか奥深い公園だと感じました。それじゃあ、またねー。